イニシエの時代、主神オーディンは兄弟たちと力を合わせ、原初の巨人を倒し、世界を創造した。大樹ユグドラシルのもと、深海、地上界、冥界、そこに暮らす神々や人間、それらすべての命が生まれた。そして幾清掃を経たある時、平穏は破られた。神童フェンリルが世界に牙を剥いたのだ。神々の居城へ攻め寄せた神童の軍勢を主神は迎え撃つ。世界全土を巻き込む深海戦争の始まりだった。戦いは長きにわたり、海は荒れ、大地は裂け、多くの命が消え果て、世界は崩壊していった。それでもなお決着はつかない。その日は訪れた。幾多の激突の末、神童の牙が主神の喉笛を裂き、主神の槍が神童の眉間を貫く。両者は瀕死の傷を負い、深海戦争は終わりを告げた。しかし崩壊は止まらず、ついには終末を告げる角笛、ギャラルホルンが吹き鳴らされた。巫女の予言書を紐解いた主神は知っていた。すでに世界は終末、ラグナロクの渦中にあることを。それは予言されていた終焉。すべては黄昏、虚無へと進んでいく。主神オーディンは滅びの予言に抗うべく、残された力を持って新たな神族を創造した。キリーよ、聞こえているか。私は王、この世界を滑る神である。お前の創造主だ。声が聞こえているのなら奥へと進むがよい。Yeah.
私が感知した魂の情報を共有してやろう。Thank you.
先ほどからお前が戦っているのはアンデッドと呼ばれる亡者たちだ。不浄なる魂への慣れの果て、実に汚らわしい存在だ。坊やは寝ませろ。時はお任せを。使命を解け。力不足は手数で補いましょう。
我が指令により貴様らを浄化する。
たなるヴァルキリーよ。この世界は今、ラグナロクの渦中にある。すべてが滅びに瀕しているのだ。先の戦争で神官、そして地上界から多くの命が失われ、私も悪しき神狼を相手に、深手を。その中で救済の使徒としてお前を創造した。主神オーディンがお前に使命を与える。我が手足となりて世界を救え。仰せの通りに。まずは地上界へ向かい魂を浄化せよ。今や地上界には多くの魂が滞留し続けている。これらを浄化し世界の崩壊を食い止めよ。承知いたしましたオーディン様。